橋の三番航路跡橋の航路跡は岩手県釜石市橋の町に所在する航路跡国の史跡に指定されている世界遺産明治日本の産業革命遺産製鉄成功造船石炭産業の構成資産となっている登録名は橋の鉄鋼山水戸藩の中港と反射炉に大砲用の先鉄を供給するため南部藩によって建設された 橋の航路へ鉄鉱石を供給していたのが橋の鉄鉱山である。航路から南へ2 6キロメートルの大峰山麓北西谷間に採掘港跡があり、その間に断片的に運搬路跡も残る。航路上の一番奥にゲートがあり、二股林道として道は続くが国有林のため立ち入り禁止。さらに進むと鉱山所有者である。 日鉄工業のゲートもあり、その先は、車輸地となる。運搬路は、二股川沿いにあり、途中で分岐しに島田拓の源流域付近に、採掘場がある。採掘場は、露天掘りの建港で、小さなものは、すり鉢状、大きなものは、クレーター状をなす。すり鉢状採掘口の周囲には、土留め用の石垣が巡らされている。 クレーター上採掘港は後にズリを廃棄する投げ込み場に転用され、開口部の落ち際にはズリを運搬したトロッコ軌道の枕木が残る。昭和以降改作され大峰山直下を貫通横断する車高の出入り口もあるが、コンクリートで封鎖されている。稼働遺産世界遺産に登録された日本の稼働遺産の橋の航路跡及び関連施設、橋の鉄鋼山も参照。 橋の鉄鋼さんは法的に立ち入り禁止区域であり、林道と戦後の作業道以外は道筋が不明瞭で標識もなく迷いやすく、落石や熊との遭遇などもあるので無断での侵入は慎む必要がある。画像は日鉄工業が立ち入りを許可し、釜石市が開催した見学会の際に撮影したものである。ありがとうございます。